がいたっす。嘘だよ。マジっす、マジっす。カメラ押さえた？何がいたの？何がいたの？何がどんなのがいたの？まあ、向こうに何かいたっす。マジっすよ、マジっすよ。押さえたの？もうほんと怖い。ほんと怖い。こんにちは。こんにちは。ボズさん、はい、実はですね、ルパンが、うん、この度編集長になりまして。そうなんですよね、うん、もうおめでたい。そう、おめでたいんですよ、うん、おめでたいんですけども、うん、見てください、ちょっとこの顔を。あら、なんかやっぱ疲れちゃってる ね一応ね、役職が一応、まあ、昇格してね、いろいろ大変みたいなんですけども、こんな男でもね。そう、それでなんかね、ちょっと心霊にね、取りつかれた。そうなの？みたいなんです。それは良くないね。ねえ、ちょっとね、でね、まあ、こんな機会、うん、なかなかないですから ね、まあ、こういう時だからこそ遊んでみるゲームというのがあるんじゃないかと思いまして、ね、今回ですね、うん、まあ、こんな心霊に取りつかれたルパンのためにですね、うん、いくつか僕の方でゲームをチョイスしてみましたので、うん、それで遊んでみたいと思います。はい、まあ、あの心霊というのはですね、まあ、目に見えないものですから、うん、その目に見えないものへの対処法を学びたいと思います。なるほど。はい、エネミーゼロですね。お、はい、これはなんですよね、姿の見えない敵と戦いながら事件を解決していくアドベンチャーゲームです。なんかもう来ましたね。でもさ、見えない。怖い。敵は見えないんですよ、うん、だからこの音を頼りに敵を探して、やばいじゃない、銃でやっつけると。やばいやばいやばい、来てんじゃない、これ来てんじゃないの。銃はある程度ボタンを押して溜めてから離すと、近づいてきた。え？わあ、近い近い。え、いない。近い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 。あ、どこだどこだ。いないいない。え？いや、いないいない。どこどこ、後ろとかにいるのかな。わかんない。後ろ向く。ああ。うわ、近い。え、弾ないよ、弾ないよ。うわ、エネルギー弾ないよ。無理無理、撃ちすぎちゃったじゃない。やばいやばい、弾ない、撃てない、どうしよう。あ、あ、無理無理。うわぁ、こんな無理だよ、こんなの。いやー、いや、まあね、心霊っていうのはまあ目に見えないものですからね、まあ、目に見えないものへの ね、 今のはね、そういう敵だったもんね。そうそう、その対処法をね、ね、勉強になりましたよね。なったね、はい、じゃあ次行ってみましょうか。行ってみよう、はい、今後もファミ通ウェブ DVD、このようにですね、絶妙なバランスをとってですね、面白い映像を、伝えていきますので、引き続きどうか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 よろしくお願いいたします。もうこれで支えられなくても多分大丈夫だと思うんです。え、うわぁ、続いてはバイオショックです、うん、はい、FPS ですね、うん、の、まあ、アドベンチャーゲームです。はい、弾とかあれなのかな。うわ、怖、無限なのかな。あ、何何何が出てくるのか全く分かんないけど、うわわ、怖い怖い怖い。うわ、どこだどこだ。え、音怖い。うわわわ、うわうわ、何何
ね、わあ、嘘でしょ、嘘でしょ、危ない危ない危ない、なになに、危ないって、すげえ危ない、なにこれ、こんな、いきなし、うわあ、撃たれた、危ない、容赦ねえな、なんかこれそこね、武器が落ちてるんですよ、多分どこ下、どれだどれだ、うわ、映画、これ、これ武器か、これか、なんか拾ったことで良くない感じになってますけど、うわ、見えない見えない、うわ、わかんない、どこどこどこ、うわわわ、なになに、うわ、わかんない、うわ、怖っ、うわ、怖っ、うわ、怖え、危ねえ、なんだよこれ、あ、無理だって、こんなの、うわ、また来た、うわ、怖えよ、なんだよこれ、そうだ、見えなくない、うわ、危ねえ、何だっけ、なんかおばはんっぽいやつ来てるよ、うわ、怖っ、うわ、怖い、うわ、危ねえ、あ、危ねえ、あ、やばい、危ねえ、危ねえ、見えない、見えない、うわ、たまない、どこにいんだ、逃げた、逃げた、逃げきた、怖いなぁ、これ、いやぁ、これは怖い、これは無理だなぁ、まあね、心霊とはね、まあ、理解しにくいものということですから、まあ、その理解しにくいものへの対処法を学んだわけでした。ところに放り出されてもっていうところだった ね。暴力的だね。あのおばさんだったよ、だって。おばさんだね、殴りかかって、しかもこうかなりこう振りかぶってきてたよ。やだな。外出んの怖いな。坂立ち丸。僕は坂立ち丸。生まれた時から坂立ちなんだ。うほ、うまそうなパン。もぐもぐ。よし、今日も練習だ。サッカーダーチ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 。続きましては、はい、ザ・呪いのゲームという作品ですね。サウンドノベルです、で、あの心霊というのはですね、うん、油断ならないものですから、うん、油断してると大変な目に遭うということを勉強してみたいと思います。わかりました、はい、サウンドノベルって怖いんだよね。あ、初めから、じゃあこれ初めからシンプルシリーズなんだ。いやー、もうやだ、何この、じゃあこれは僕、これ坊主さんの名前入れましょうか。ルパンじゃなくていいの？あ、どっちでも。じゃあルパン、ルパンにしましょうか。もうこういうこのオルゴール的なの嫌だよね。ああ、よかった、名前坊主にしなくて、怖え。はい、以上です。え、じゃあ次の作品いきましょうか。ザーッと終わったよ、ザーッと終わるんですよ。ルパンは呪われた、何が起こるかも分かんない状態、うん、でも、まあ、ほらもうついちゃってるんだから、うん、さらに呪われても、うん、逆にこうなんていうのかな、かぶせてかぶせて逆療法みたいなあの筋肉痛いんだったらもう一回鍛えて直すんだみたいな、なんかそういう、そう、あの昔の里中ちゃんもそういうのでねやったよ、あの本当やってたやつ、逆療法、逆療法だってやった、山田が言ってた、それ。ああそう、まあじゃあいいや、ね、うん、サッカーだー、続いては四十八カッコ仮というゲームです、うん、これは、日本全国の都道府県から怪談を集めたホラーゲームになってまして、うん、まあ、ルパンに、まあ、心霊が取り付いているということで、まあ、専門家の話を、聞いてみたいと思います。わかりました、
で、まあ、これ都道府県にいろんな物語が入ってるんですけども、まず四国の、はい、愛媛県を選んでもらえますか。それですね。男はいい、ね、呪われた旅館って、なんかもうこれよ、やな感じだ怖い、ちなみにあの僕学校の先輩永井純二さん、ああそうか、うん、愛媛県自然が豊かでね、海の幸山の幸いいですね、私とっても好きなんですよ。で実際自分のですね、怪談ナイトというね、まあ夏恒例なんですが、何度かそれでお邪魔をしてるんですよね。景色いいですよ、ロケーションがいい。でロケーションというとね、こんな話があるんですよ。私あの自分のこの心霊体験をですね、まあドラマ化して、まあ、ビデオだとかね DVD で撮るわけなんですが、その時は自分で監督もするし脚本も書くんです。それと同時にロケーションこだわりますからね、絵コンテというのを書くんですよ。これ絵なんです。こんなアングルでこんな景色が、でこれを先輩に見てもらいましてね、こういうところはないかな、あるって言うんですよ。愛媛県なんです。で写真を送ってもらいましたらね、ぴったりなんですよ。山道をね、もうワイワイとスタッフたちと騒ぎながらね、ロケバスでもって移動してるわけですね。と突然ね、二人のスタッフが、あっ、驚きの声を上げたんです。そこにかかる吊り橋に幽霊が出るって言うんですよ。おい、この山の奥のな、ダム湖のところ吊り橋に幽霊が出るんだってさ。ああ、あれかーって言いながら、ああ途端にガーッキュービーだけになる。うわー、おい、助手席の彼が驚いて、ひょっ横を見ると、で、え、おい、あれ幽霊かって言うと、歩いてこれるようなとこじゃないんだ。え、やっぱり幽霊かなって言って、俺気になるから行ってくるわ、車降りちゃった。そんなのね、残った方が怖いからと追ってったけど、あれ、おい、あれなんだろうなって言った。それは吊り橋の中央あたりなんですよ。なんか白いものが落っこってんの。俺見てくるわって言っちゃったの。またやめろよって言ったんだけど、どんどん行っちゃうんで、彼も後から追ってったわけだ。ギーギーって言ってる。それ白い百合の花束なんですよね。おい、ここでやっぱり誰か死んでるよなって言った。それがやけに怖かった。運転してた方の彼は金網にぐーっとしがみついてね、じーっと下見てる。おいって言うんですよ。じーっと人見てて、白い服の女が立ってこっちを見上げて、おいでおいでしてる。って言うんだ。逃げようとするんですが、もう一人は金網に捕まったまま動こうとしないんで、おい何してんだよ、逃げるんだよ、ガッと引っ張った瞬間にふっと我に返ったんですね。にーにーって言うと、エンジンをボーンかけた瞬間、車がダルコの方に向かってボーン飛びそうになったら、ジャーッとブレーキになる。うわーっと全身からびっしょり汗かいてる。何にも話さない二人をダバーッと切る。ブーン、運転していたその彼の方がその手をね、自分のズボンの膝の手に乗ってこう拭いたわけだ。と夏のことですからね、白いようなズボン履いてる。え、そこが赤く染まったんで、なんだろうと思って自分の手を見てびっくりした。なんとその手は血で真っ赤に染まってたって言うんですよね。その手、さっきあの金網を掴んでいたその手なんですよね。怖い。もうさ、車がスーッてダメさーって、擬音がすごいよね。まさかなー、もうめちゃこれゲームじゃないよね。ゲームじゃないよね。長谷さんのライブにライブに行ったって感じ、ね、本当にもう、うん、あ、お前は逆立ち骨。逆立ち骨が現れました。よし、こうなったら逆立ちで勝負じゃい。こうなったら逆立ちで勝負じゃい。サッカーだーち。逆立ち骨ケンちゃん、いやー、サッカーだーち。あー、怖い部屋の中は、部屋の中やだやだ。ええ
もうやりたくない。じゃあルパンちょっとやってみましょう。もうやりたくない。